Wikipedia English writes about Trinity as follows. The Christian doctrine of the Trinity is the central doctrine concerning the nature of God in most Christian churches, which defines one God existing three co-equal, co-eternal, and co-substantial divine persons. And then it means that God the Father, God the Son, or Jesus Christ, and God the Holy Spirit, three distinct persons sharing one essence, substance, and nature. Sami ittai についてですね、Wikipedia 日本語版の方ではですね、次のように説明しています。三位一体、つまり、父、子、聖霊というわけですけども、この父、子、聖霊の父というのは、父なる神。それから、子というのは神の子、子なるイエス・キリスト。そして、聖霊というのは聖霊であると。それら三つが一体であるとする教えを、つまりは三位一体というのだそうです。で、この考え方は、カトリック教会、聖公会、プロテスタント、聖教会、東方諸教会といった教派がですね、この教えを共有しているというのです。まあ、これに対してですね、三位一体は三つの三人の神ではないと。まあ、父と子と聖霊は三つの、まあ、あるいはですね、神の三つの様式でしかないとかね。あるいは、神が三役をしているといった考え方、つまり、そういった考え方は否定されているというわけです。が、本当にそうでしょうか。ということなんですね。実は、三位一体というのは、文字通り三者、三人ですよね。を表しているのではないかというのが、私、林博士の考えということになります。つまり、結論から先に言えばですね、三位、最上位の、出ますか、中心、主心である、アヌ王。そして、まあ、そのアヌ王とですね、人間の間に割って入っている、カイン、キリスト。そして、人間。この、神と、カインと、人間の関係を、三位一体というのではないかということになります。そして、それをですね、絵画として表現している、あるのがですね、ミケランジェロ・ブラノティが、至聖な礼拝堂の、壁画に描いた一般には最後の審判と題された絵ということになるのではないかと考えています。広志林浜松シティジャパン August the 28th 2023。最初からもう一度と言いますか、至聖な礼拝堂の壁画、一般には最後の審判と題された壁画についてですね、画面を見ながら説明します。で、今ご覧いただいているのが、ミケランジェロ・ブラノティの描いた最後の審判と題された絵です。で、この絵の中にはですね、ぐるっと中央の一人の神を取り囲んでですね、人間が描かれています。そして中央上にはですね、一人の神が手をかざしてですね、描かれています。この人物は誰かと言いますと、その人物の下に一文字の形で7750と書いてあります。7750というのはですね、聖書でいうところのキリストとなります。77はキリスト。そして50は聖書のという意味です。つまり、この中央に書かれている人物はキリスト、つまりカインキリストということになります。で、もう一人の神がいるわけです。その神がですね、つまりはそのカイン・キリストを創造した神、さらにその上位の神ということになりますから、アヌ王ということになります。エホバ・ヤーウェ、あるいはエルシャダイというふうにも言われています。まあ、ともかく名前はともかくとしてですね、この3人の神がこの中に書かれているということです。で、その神はですね、最上位の神はですね、目を細くして、つまりこの絵からですね、遠ざけて見ていただくとですね、目、鼻、口が描かれているのがわかりますが、それが
最上位の神ということになります。つまり神聖なる礼拝堂の壁画のですね、最後の審判と題された絵の中にはですね、三人と言いますか、三種類のと言いますか、ちょっと言う言葉がないんですけども、人たちが描かれているということです。ですから、もう一度繰り返しますと、この絵はですね、つまりは最後の審判なるものを表現したものではなくてですね、基本的には三味と言いますかね、三つの位という字を書くわけですけども、三味の人たち、つまり最上位の神、あの王、そして中央にいるカイン・キリスト、そして人間を描いているということです。で、三位一体の意味についてはですね、さまざまな説が流れていますけども、さまざまな説があるということは定説がない、イコール誰もその意味を知らないということになりますけれども、ミケランジェロ・ブラヌーティを通してですね、ルネサンスの時代に現れたカイン・キリストはですね、このような形で、つまり三位一体というのは、神とカイン・キリストと、そして人間を言うのですよということを教えたのではないかと私林博士は考えています。という視点でですね、続く動画をもう一度ご覧になってください。なぜここに三人の神をですね、カイン・キリストが描き、そしてその絵を通してですね、私たち人間にどんなメッセージを残そうとしたかということがですね、この続く動画の中で、まあ私林博士が説明しますので、皆さんにも分かっていただけると思います。In Capella Sistina or Sistine Chapel, there is a mural named The Last Judgment, which is said to have been painted by.Michelangelo Buonarroti in 1536 to 1541. But that mirror is not a painting of the Last Judgment. It is a mirror of a human examination plan being carried out. It is so called Armageddon. However, here we see a contradiction arising here.The Last Judgment has already ended or judged in the Old Testament. The judgment was judged only one time for all humanity, and accordingly, the human examination program has been carried out again and again. This mural of Michelangelo's is this Armageddon, not the Last Judgment,which depicts one of it. But why is Christ, or King, depicted in the center of the mural? Why is Christ at the center of the Armageddon mural? In addition, the proof that the person is Christ can be found by the writing 7750 under the person. 7750 becomesChrist biblical, and in Jewish gematria it becomes biblical king. Please remember that, as is mentioned in the Battle of Cascina, also painted by Michelangelo Buonarroti, Christ is biblical king. Again, Christ is biblical king. In the picture of the Battle of Cascina,We can read numbers 77, 50, 27, which is the definition of God, the definition given to humanity directly from God to us humans. Capella Sistina, つまり Sistina 礼拝堂の壁画にミケランジェロ・バヌーティが書いたと言われている最後の審判と題された壁画がありますが、あの壁画は最後の審判、最後の審判の壁画ではありません。人間の絶滅計画が実行されている壁画ということになります。わかりやすく言えばアルマゲドンということになります。
ここで一つの矛盾が生じてきます。最後の審判なるものはすでに旧約聖書の時代に終わっているということです。一回こっきりの人類全体への審判ということになります。またそれに従って人間絶滅計画は何度も何度も繰り返し実行されてきました。その様子の一つを表したのがミケランジェロの最後の審判と題された絵画ということになります。なぜその絵の中心にキリスト、つまりカインキリストが描かれているのでしょうか。どうしてハルマゲドン、あるいは最後の審判なら最後の審判でも良いわけですけども、その壁画の中心にカインキリストが描かれているのでしょうか。なおその人物がキリストであるという証拠はその人物の下に7750と書いてあることからわかります。7750、つまり7750はユダヤのゲマトリアではキリストビブリカル、つまりここに書かれているのは聖書でいうところのキリストですよという意味になります。繰り返します。ここに書いてあるのは聖書でいうところのキリストということになります。そしてそのキリストとは誰かということですけども、同じくミケランジェロ・ボナッチには書いたと言われているカッシナの戦いの絵があります。その絵の中には7750、27と書いてあります。これを同じくユダヤのゲマトリアで解読すると、キリストは聖書のカイン、キリストは聖書のカインとなります。この暗号、つまり数字はですね、神自身が人間に与えたメッセージイコール神自身が人間に与えた定義ということになります。広志林ハメマシリジャパン September 28th 2022。I claim that King Christ is a God who saved humans from the human extermination plan. I repeat that the final judgment has already ended among the gods. Humans must go extinct. And at the same time, some part of it has been carried out. Or rather, some humans escaped.The extermination plan. That is why you are here listening to me, and that is why I'm here talking to you. Or that is to say that there was a God who intervened between the God and the humans. That was Cain Christ. He might have said, have a wait to exterminate humanity to the gods of all gods. Yes, it was King Christ, and King Christ is a God that saved humanity from extinction, most probably saying, I want you to wait for a while to exterminate humans. I will do something about it.In other words, a new promise was exchanged between God and Cain, never between God and us humans. That would be the New Testament. New Testament Bible. In other words, the New Testament is not a book of promises between God and humans. That is the promises between God andCain Christ. It is the book of promises made between God and Cain Christ, that is to say that the supreme God of the human race. Please remember again that from the beginning of the Old Testament, God doesn't care about us humans like us. After all, humans are monkeys.Just monkeys in a monkey island. We are monkeys,
No matter what you may reckon, God never make a promise with monkeys. God makes a promise with King Christ.繰り返しますが、神々の間ではすでに旧約聖書の時代に最後の審判は終わっているということです。一回こっきりの人間全体の審判ということになります。つまり人間は絶滅すべしと、そして同時にその一部は何度も何度も実行されてきました。というより一部の人間がその絶滅計画から逃れたというのが正しいのかもしれません。そして逃れて今の私たち人間になったというわけです。私やあなたのような人間になったというわけです。私の話を聞いているあなたのような、そしてあなたに話している私のような人間になったということです。というかその神と人間の間に割って入ったもう一人の神がいたということになります。それがカインキリストということになります。わかりやすく言えば神々による人間絶滅計画に待ったをかけた神がいたということになります。人間種の神、最高の人間種の神、人間の頂点に立つ神、それがカインキリストということになります。人間を絶滅させることは今しばらく待ってほしい、私が何とかしますからと。つまりこうして神とカインの間で新しい新たなる約束が取り交わされたということになります。それが新約束聖書、略して新約聖書ということになります。つまり新約聖書は神と私たち人間の約束の書ではありません。神と人間種の最高神、つまりカインとの間でなされた約束の書ということになります。元から神は私たちのような人間など相手にしていないということです。所詮人間は猿ヶ島の猿、どうあがいたところで猿ヶ島の猿、そんな猿を相手に神が約束などするはずがありません。また約束などしても意味はないということです。Then, ladies and gentlemen, I want you to look at the last judgment again. That mirror is a mirror of King Christ standing between the higher God and humans to save us. So, in that mirror, King Christ and humans are depicted. Then, you may wonder, where is the God who is higher than that? But, thatis there in the mural. The God is also depicted in the mural. In the mural of the Last Judgment, King Christ and humans are depicted as you see. But at the same time, God himself is also depicted in the mural. I want you to look at the Last Judgment again. One step forward. I want you to step back, close your eyes, and have a look at the picture again, carefully. Then, from the mural itself, the face of God comes into your view, enveloping the entire mural. Yes, the face is God, a God carrying out a plan toExterminate humanity. もう一度最後の審判と題されたその壁画を見てください。その壁画はカインキリストがその上位の神と人間の間に立って人間を救済している壁画ということになります。だからその絵画、壁画の中には
神、キリストと人間が書かれています。となると、さらにその上位の神はどこにいるのかということになります。が、その神も描かれていました。その神もまたその壁画の中に描かれていました。最後の審判の壁画の中にはカイン、キリストと人間が書かれています。が、同時にその壁画の中には神、その上位の神自身も描かれていました。もう一度最後の審判の絵を見てください。一歩ひさがって目を細めてその絵を見てください。するとその向こうからもう一人のその壁画全体を包み込むようにして神の顔が見えてきます。そう、その顔こそが神、神の顔ということになります。そう、その顔こそが神、神自身の顔ということになります。わかりやすく言えば、人類絶滅計画を実行しようとしている神ということになります。そしてそれにマッパーをかけたカイン、キリスト、そしてそのカイン、キリストのもとでうごめく人間たちということになります。最後の審判と題されたその絵はそういう絵ということになります。つまり神から人間に与えられたメッセージということになります。This painting is generally entitled The Last Judgment and is said to have been painted by Michelangelo Buonarroti in 1541. However, this painting is not a mural of so-called The Last Judgment. The proof is that the God depicted in the center of this mural is Messiah, King the Christ,and the Savior, that is to say that the supreme God of the human race. Cain is the first human being created by God in the Old Testament, book of Genesis, chapter 1. It is impossible for Cain, the God of the human race, to judge the same human beings in this way. Therefore, this painting,titled The Last Judgment, is not a mural of the Last Judgment. This painting depicts the Messiah King rescuing humans from the human extermination project, or Armageddon, following the Last Judgment. In this video, I, Hiroshi Aishi, will first prove that the God depicted here is Cain, and then prove thatDepicts the horrible scene of Armageddon. In other words, even though Michelangelo Buonarroti himself was given this painting by God, he had no idea what this painting was about and published it under the title of the Last Judgment. This is important, so I repeat it again. Even thoughMichelangelo Buonarroti himself was given this painting by God, he had no idea what this painting was about and published
published it under the title of The Last Judgment. この絵画はミケランジェロ・ボナルティが描いたとされる最後の審判と題された絵画ですが、この絵画は最後の審判を描いたものではありません。その証拠に、この壁画の中央に書かれている神は、人間種の最高主、救世主にしてメサイア、カインだからです。カインは旧約聖書創世記第一章に書かれている神によって作られた最初の人間です。その人間種の神、カインが同じ人間を審判するなどということはありえません。ですからこの最後の審判と題された絵画は最後の審判なるものの様子を描いたものではありません。この絵画は最後の審判に続く人間絶滅計画、つまりハルマゲドンから人間を救済している救世主カインを表現したものです。この動画の中ではまずここに書かれている神がカインであることを証明し、続いてこの絵がハルマゲドンの様子を描いたものであることを証明します。言い換えるとミケランジェロ自身もこの絵を神に与えられながらも、この絵が何であるか知らないまま自分で判断して最後の審判という題をつけて発表してしまったということになります。ここが重要ですから、もう一度繰り返します。ミケランジェロ自身もこの絵を神に与えられながらも、この絵が何であるか知らないまま自分で判断して最後の審判というトンチンカンな題をつけ発表してしまったということになります。広志林浜松シティジャパン September the 8th 2022。
アンドレア・デル・ベロキオ。Please pay attention to the man on the right. 次にこの絵はイエスの洗礼と題された絵です。この絵画はレオナルド・ダ・ヴィンチと彼の先生のアンドレア・デル・ベロッキオが描いたと言われています。この絵の右側に描かれている人物に注意してください。And this painting is a painting entitled The Expulsion of Eden.This painting is said to have been also painted by Michelangelo Buonarroti. そしてこの絵画はアダムの追放と題された絵画です。この絵もまたミケランジェロ・バルノティが描いた絵と言われています。Now,These four people. The person on the lower left is said to be a painting by Leonardo da Vinci, not Michelangelo Buonarroti, and then it is a bit difficult to compare, but at least the three other people depicted in the remaining three paintings are all the same.そこでこれら4人の人を見比べてみてください。左下の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵と言われていますので比較しにくいところがありますが、少なくとも残り3枚の絵の中に表現されている3人の人物は皆同じです。人物のハンドジェスチャーに注意してください。中指と薬指がくっついています。このハンドジェスチャーはシグナムマラーノ、つまり隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーです。隠れユダヤ教徒たちはマリア教の迫害を恐れて密かにユダヤ教を信仰していました。その隠れユダヤ教徒のシンボル的なハンドジェスチャーがシグナムマラーノ、つまりマラヌスの手ということになります。In other words, these four people are one and the same God. Then, who is this God?Michelangelo Buonarroti himself left the key to solve the mystery. Have a look again at the mural of the Last Judgment that Michelangelo Buonarroti is said to have painted. つまり、これら4人の人物は1人の同じ
神ということになります。となると、その神とは誰なのでしょうか。その謎を解く鍵をミケランジェロ・バルヌッティ自身が書き残してくれました。もう一度、ミケランジェロ・バルヌッティが書いたと言われている最後の審判と題された壁画を見てください。We can read 7750, which is written in human characters under the God in the center, decoding it with the Jewish gematria is Christ biblical. In other words, what is depicted here is Christ, the Savior of the Bible.中央の紙の下に一文字で7750と書いてあります。この数字をユダヤのゲマトリアで解読するとキリスト聖書のとなります。つまりここに書かれているのは聖書でいうところのキリスト救世主ということになります。Who is this Savior? The key to solving the mystery is also drawn by Michelangelo Bonotti himself. となると、その救世主とは誰なのでしょうか。その謎を解く鍵もミケランジェロ・バルヌッティ自身が書き残してくれました。The upper right is a picture entitled The Battle of Cascina. It is said that Michelangelo Bonotti drew the original picture of this painting. And in the picture is written 77, 50, 27. The shape of the human character is exactly the same as the human characterDepicted in the mural, the Last Judgment. 右上がカッシナの戦いと題された絵です。この絵の原画もミケランジェロ・バルヌッティが描いたと言われています。そしてその絵の中には77、50、27と書いてあります。一文字の形は最後の審判の中に書かれている一文字と全く同じです。Therefore, when this 77, 50, 27 is deciphered with Jewish gematria, it becomes Christ is a biblical king. In other words, Christ is king.In the Bible. そこでこの77、50、27をユダヤのゲマトリアで解読すると Christ is biblical king、 つまりキリストは聖書でいうところの神となります。 Decoding all this code together given to humans by God, which is hidden in the four pictures, is as follows. こうして四枚の絵の中に隠されていた神から人間に与えられた暗号を合わせて解読すると次のようになります。The Messiah or Christ, according to the Bible, is king. And the characters depicted here are all one God king. 聖書でいうところのメサイア、つまりキリストは、カインである
とです。そしてここに書かれている人物はすべて一人の神カインということになります。 Of course, these paintings were not drawn by humans such as Leonardo da Vinci or Michelangelo Buonarroti. It is a message given directly to humans by God himself, which humans at the time had no way of knowing. And so, the fact depicted here is, in other words, the definition of God. This is because it is a message directly given to men by God himself.もちろんこれらの絵画はダ・ヴィンチやミケランジェロという人間が描いたものではありません。当時の人間が絶対に狩猟師もなかった神自身から人間に直接与えられた伝言ということになります。またここに書かれている事実はそれゆえに、つまりは神の定義、神の定義ということになります。なぜなら神自身が直接人間に与えたメッセージだからです。 The conclusion is this: Christ is a savior is said to have been king.結論ということになります。救世主メサイアは、つまりメシアキリストはカインだったということになります。Michelangelo Buonarroti has been said to have painted his shell or peeled off skin of himself in the mural painting of Cappella Sistina or Sistine Chapel in Vatican. It is in the Last Judgment or a well-known painting mural in Cappella Sistina. But the question is that, why did King ChristDraw such a picture in the mural of the Last Judgment. In the center of the mural is King Christ. The number 77 is its evidence hidden under it. 77 means Christ in Jewish geometry. Below the picture of Christ is Michelangelo's shell. If you decipher the code,hidden in the picture as it is, you will know that Michelangelo was nothing but just a shell. In other words, Michelangelo was just a puppet artist who was manipulated by King Christ as a minion of King Christ. Yes, he was. In fact, Michelangelo Buonarroti didn't create anything himself, be it sculptures orPaintings. All of his masterpieces, which have been said to be his, were either sculpted or painted by the God above him, King Christ. Michelangelo was just a puppet artist of God. In other words, Michelangelo's works were not created by human Michelangelo, but by God himself as messages to humans. In other words again,
If Michelangelo's work can be carefully deciphered, we humans can read the messages given from God to humans.You see a mural entitled The Last Judgment, allegedly painted by Michelangelo Bernini. A god is drawn in the center of this mural, and number 77 is written below him in human letters. 77 means Christ, according to Jewish symmetry. So, then, who is that Christ? Michelangelo Bernini has left.Another strange painting. Generally, the picture is titled The Battle of Cascina, but it also writes 77, 50, 27 in human letters. Also, deciphered in Jewish Demetria, we can read that Christ is biblical king. In other words, if you connect these two facts, it will be like this.What is depicted in the mural of the Last Judgment is King Christ. I'm sure these two murals and a painting are the messages that God himself left to humans. In other words, it is a definition of God himself that God himself wanted to convey to us humans. I would like you to confirm this fact, first of all,Before you view the following video, here as well. Thank you very much. ミケランジェロ・バルヌティが描いたとされる最後の審判と題された壁画です。この壁画の中央に一人の神が書かれていますが、その下に一文字で77と書かれています。77はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によれば、クライスト、救世主を意味します。では、そのクライストとは誰なのでしょうか。ミケランジェロ・バルヌティは、もう一枚奇妙な絵画を描き残しています。一般には、カッシナの戦いと題された絵ですが、その中には、77、50、27と書いてあります。同じくユダヤのゲマトリアで解読すると、キリストは聖書でいうところのカインとなります。つまりこれら2つの事実をつなげるとこうなります。最後の審判の中に書かれているのはキリストのカインですとです。繰り返します。キリストのカインですとです。これら2枚の壁画と絵画は神自身が人間に残したメッセージであると私林博士は考えています。つまり神自身が人間に伝えた神自身の定義、神自身の定義ということになります。それを皆さんにもまずしっかりとここで確認しておいてほしいと私は思っています。広島林浜松シティジャパン。これらの事実を重ねて考えるとこういうことになります。つまり最後の審判と題された絵の中に表現されている神はキリストイコールカインということになるわけです。カインですね。その証拠がカシナの戦いの絵ということになるわけです。キリストは聖書でいうところのカインということになるわけですね。そして最後の審判をしている神はカインということになるわけです。ところがカインというのはですね、その上位の神、はっきり言えばエイリアン種の神によって作られた人間種の神ということになるわけです。その神がですね、つまり人間種の神が人間自身の審判をするなどということはありえないわけです。なおかつ、カインは人間の救世主ということになりますよね。キリストは聖書というところのカインです。ともそうあるわけですから。
その救世主である人間種の神のカインがですね、人間を、つまりは最後の審判をしてですね、そして人間全体、一回こっきり、人間全体の審判をしてですね、人間全体を存続させるか、あるいは滅亡させるかなどというような審判をするはずがないわけです。ここが重要ですね。となると、あの絵は何かということになりますと、右下にハルマゲドンの絵が表現されています。つまりあの絵はですね、最後の審判ではなくて、その審判の結果起こるハルマゲドンを表現したものだということになるわけです。だからここで大きな問題にぶつかるわけです。何故にと言いますか、ミケランジェロはあのシスティナ礼拝堂の壁画の絵をですね、最後の審判としたかということです。理由は簡単です。あの絵を描いたのはミケランジェロ・プラヌティ自身ではないからです。つまりミケランジェロ・プラヌティ自身もですね、あの絵が何であるか知らないまま、あの絵を描き与えられ、そしてそのまま自分で判断して、それをですね、自分の絵として発表したということになるわけです。あるいは神がそのミケランジェロにあなたの名前で発表しなさいというように仕向けたのかもしれません。ともかくもミケランジェロ自身はですね、その絵の内容を何も知らないまま、あの絵を最後の審判として発表した、イコールミケランジェロ自身はですね、その絵が何であるか知らなかった、イコールその絵はですね、ミケランジェロ自身が描いていなかったということになるわけです。それに解釈していくとですね、ミケランジェロの絵の、矛盾、いろんな矛盾があります。そうした矛盾も、解決できるということになります。つまりあの最後の審判の絵は最後の審判の絵ではなくて、その最後の審判の結果として引き起こされるハルマゲドンの絵ということになるわけです。もう一度繰り返します。つまりミケランジェロ自身は何も知らないままその絵を描き与えられ、自分の頭で考えて判断して、あの絵を最後の審判と題して発表してしまったということになります。
ことは人類にとっては誠にもって恐ろしい話ということになります。つまり1500年後のイエスはルネッサンスの時代に現れて、そしてアントニオ・カンピという操り人形芸術家を通して私たちに深刻かつ重大な警告を与えたということになります。つまりこの絵はですね、まさしくハルマゲドンの様子を表したものということになります。そしてそのハルマゲドンを起こすと言いますか、原因となるのが実は核戦争であるということになるのではないでしょうか。つまり1500年後のイエスは今から500年ほど前に人間に対してすでにこのような警告を発していたということになります。I always felt like I'm not from this generation, I just live in it. Because the way my mindset differs from the majority, you will think I come from a different dimension. That's why I keep things to myself, because a lot of people just won't understand me. Keanu Reeves.住んでいるこの世界からやってきたのではないような気がします。なぜなら私の心は大多数の人たちとは異なっているからです。だから私は物事を私の中に留めておこうと考えているのです。なぜならたくさんの人は私を理解することはないんだろうからです。たくさんの画家たちが異次元へのドアウェイを自分の絵の中に描き込んできました。パブロ・ピカソはゲルニカの中に、アントニオ・キャンピはキリストという絵の中に、そしてミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の壁画の中に描いてきました。大変興味深いことは、これらの画家たちはイエス・キリストがいるこの世界とは別の異次元の世界をその向こうに描いていたということです。パブロ・ピカソのゲルニカの中の壊滅を持ったために注意してください。そしてミケランジェロのやはり絵の中には光線を放つ神が描かれています。アントニオ・キャンピの絵の中に描かれている神も
イエス・キリストとは別の神ということになります。題して、異次元に続く三つのドアです。第3話は、ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂の壁画です。When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, the kings will guide the planets and love will share the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. The age of Aquarius. 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 Harmony and understanding, sympathy and no more falsehoods or delusions. Golden living dreams of visions. Mystic crystal revelation. And the mind's true revelation. Aquarius! Aquarius! 月が第7級に入り、木星が火星と並ぶとき、平和が惑星を導き、星々を包むだろう。その時こそが水瓶座の時代。そう、まさに水瓶座の時代。調和と理解、憐れみと信頼、そこには偽りもあざけりもない。神秘的でクリスタルな神の啓示、そして心は真に解放される。水が目覚の時代、そう、まさに水が目覚の時代。カペラ・システィーナの壁画にこんな奇妙なものが描かれています。右下に注意してください。すると何か松明のような火が燃えているように見えますが、私が信じる火はこれは異次元に開いた穴と理解しました。そうです、異次元に開いた穴ということになります。その穴の向こうには何やら人物らしき人が立っています。頭に注意してください。この人物の頭に注意してください。何やら光線のようなものが伸びています。そうです、その光線はアメリカの銃の像の光線と酷似しています。つまりここに描かれているのはプロミテウス、ピア、延期ということになります。その証拠にこの赤い丸で囲んだ部分に注意してください。これは鎖に巻かれたプロミテウスを表していると私林雄氏は解釈しました。右がそのプロミテウス像です。鎖に注意して比較してみてください。プロメテウスは人間に知恵を与えた罪により天界から追放され、堕天使として地上に落とされます。その鎖を表現したものと私は解釈しました。そしてこの水色の部分に注意してください。
ール・プロメテウス、そしてイエス・キリストへとその精神は連なっていきます。カペラ・システーノのこの最後の審判の絵は、一人一人の人間に対する審判ではなく、人間、さらに言えば人類全体の審判を示すということになります。つまり人類全体がアルマゲドンを通して審判されるということになります。それを現世の世界とするならば、その向こうに天の、そして平和と愛に満ちた人間の世界があると、1500年後のイエスはミケランジェロなる画家を通してその心を私たち人間に残したということになります。
主王がミケランジェロ・パルムティの最後の審判、そしてハルマゲドン、そして右がアントニオ・カンピの最後の審判、そしてハルマゲドンということになります。が、これら2枚の絵は神による人間に対する計画なのでしょうか、それとも警告なのでしょうか。今日はそれについて考えてみたいと思います。
されている左の赤い太陽のように見えるものは、実は太陽ではなくて核兵器の爆発の様子を示したものであるということになるのではないでしょうか。が、そう考えることは人類にとっては誠にもって恐ろしい話ということになります。つまり1500年後のイエスはルネサンスの時代に現れて、そしてアントニオ・カンピという操り人形芸術家を通して私たちに深刻かつ重大な警告を与えたということになります。つまりこの絵はですね、まさしくハルマゲドンの様子を表したものということになります。そしてそのハルマゲドンを起こすといいますか、原因となるのが実は核戦争であるということになるのではないでしょうか。つまり1500年後のイエスは今から500年ほど前に人間に対してすでにこのような警告を発していたということになります。目次録にある出来事が実際に起こるだろう。
世界平和の計画と1992年に始まる偽りの宗教を携えて世界統一を果たす一人の子供が誕生するだろう。1995年頃、彼は邪悪で実際は反キリストであると人々は見極めるようになるだろう。1993年に通常兵器を使用するアラブ連合国がイスラエルに侵攻して第三次世界大戦が中東に始まるだろう。その通常兵器は1999年に核のホロコーストへと最高潮に達するだろう。1999年と2003年の間にこの惑星上のほとんどの生命は致命的に損害を被り、その結果死に絶えるだろう。キリストの再来が2011年に起こるであろう。このファティマの預言事件が宇宙人によるものである疑惑があるとして調査を行った結果、アメリカ政府は預言が宇宙人によるものであると断定した。宇宙人たちはそれは真実であると証言した。宇宙人たちは異種混合、つまりハイブリダイゼーションを通じて人間を生み出し、宗教、悪魔主義、魔法、魔術やオカルトを通じて人間を操作してきたのだと説明した。さらに宇宙人たちはタイムトラベルができ、予言で語られた出来事が実際に起こるだろうと述べた。宇宙人たちはキリストの十字架の貼り付けを表すホログラムを見せ、それはフィルムに撮られた。彼らの証言が信頼できるかどうかは不明である。ブリアー MD は次長アンアカナ
ナベジっていう中で次のように述べています。私がすでに述べたように、大惑星人は次のことを明確にしている。つまり人間文明が大惑星人になるためには、まず最初にして、かつ最大に、皆が平和に一緒に暮らすために人間自身が文明化することである。そのためにも大量破壊兵器を放棄し、宇宙の平和を守るという意識を持って、宇宙に武器システムを持ち込んではならないということである。 War in space to replace war on earth is not evolution but cosmic madness. A world thus united in fear is worse than one divided by ignorance. It is now time for the great leap into future, a leap that moves us out of fear and ignorance and into an unbroken era of universal peace. This is our destiny. It will be ours just as soon as we choose it. 地球での戦争を置き換えるための、宇宙での戦争を進歩、あるいは進化と考えてはいけない。狂気の沙汰である。このような恐れに結びついた世界は、無知でバラバラになっている個人より価値が悪い。私たち人類は未来に向かって大きく飛躍する時である。つまり恐れと無知から抜けてて、宇宙平和という未体験の時代に突入する。それが私たちが目指すべき運命である。そしてそれは、私たちがそれを選択するや否や、今すぐ私たちのものとなると。
空軍大佐ロス・デブリクソンの表現。私は AEC、 つまり原子力エネルギー委員会の議長と国防省の間の軍の連絡委員会の上級スタッフでした。私は陸軍だけではなく海軍、空軍、民間機関のほか CIA や国家安全機関、さらには私が開拓した他の機関の人たちとも知り合いになりました。そうした取材の間、私の職務の一つが核兵器の安全性をチェックするための全ての核兵器施設を訪問するチームに同行することでした。そういう中、核兵器の貯蔵場所やいくつかの製造施設の上に現れた UFO の報告を私たちは手に入れていました。そしてそういうことが連続的に続いていました。核兵器の上を飛ぶ UFO の飛行は大変深刻な問題として取り上げられていました。資料11を添付しますので、それを見てください。事実、そうした問題は目撃者が声にそうした情報を流したりすると、あまりにも大きな政治問題あるいは外交問題を巻き込むことになりましたので、大変深刻な問題として取り上げられていたわけです。レーダーに UFO が捕捉されたようなほとんどのケースにおいては、航空機が UFO の飛行を妨害するためスクランブルがかけられました。それは私たちの政府からの攻撃的な反応ということになります。よく知られた事件としては1952年の7月の事件があります。その事件の時は私は光を放つディスクタイプのクラフトを見ました。その事件の後、フェルト海軍大将の下で核兵器実行計画の選択的指揮権のポストの責任者として連合司令官に就任しました。私は SAC 作戦の下、ノーランド、つまり北米防空総司令部とも連絡を取り合いました。そして核兵器の使用に関する作戦計画にも携わりました。他にも2例、私は UFO と核兵器に関する事件について知っています。2例のうち先の1例というのは1961年だったと思いますが、太平洋で核兵器を爆発させた時のことです。それは ET たちによって引き起こされたものですが、驚くべきものでした。なぜなら、その時数時間にわたってどんな場合も太平洋上で無線通信が途絶えてしまったからです。電波層にまで影響を与えたところから、大惑星人たちがその爆発実験に関心を持っていたことには間違いありません。事実、 ET たちの宇宙船はジェダ汚染が理由で航行が不可能になったからです。2つ目の事件は1970年代の終わりか1980年代の初めに起きたものです。その時私たちは核兵器を月まで運び、そこで科学的な測定のための爆発をさせるつもりでした。が、これは大惑星人にとっては受け入れ難いことでした。 ET たちはその武器が月へ到着する前に破壊してしまいました。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の活
bigger than my thumb over my head over Washington. アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。繰り返します。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。Thank you.